今ヨネスケって呼ばれてる若い人がいるのご存知ですか？突撃ヨネスレオト高校3年生なんですが、ねえ、なんと高校3年生でですね、 B リーグのですね、川崎でデビューしちゃった。すごいでしょ。だって高校生がプロのバスケットでデビューしたんですよ。しかもですね、そのデビュー戦でですね、ワンアシスト、ワンゴールという、すごいでしょ。しかもですね、アシストはですね、ノールックパス、相手を見てね、パッとこうパクする。ねえ、そしてゴールも決めたという、チームのですね、YouTube 見たら、なんとですね、このヨネスが出てきましたね。ヨネスケって呼んでくださいって言ってるんですよ。嬉しかったですね、本当に。子供が生まれた時以来の嬉しさでございますよ。本当になんか我が子のような感じがしましてね。で、いろいろとですね、この VTR とか YouTube を、ね、取り寄せてみたんですけども、まあ1年前はですね、いわゆるディフェンス、これもですね、もう留学生やなんかのでかい、そういうですね、留学生をですね、ファイルかわしながら行けなかったんですね。それがですね、なんと研究に研究を重ねまして、なんとデビュー戦ではですね、3人のですね、ディフェンスをかわしながらゴールをした。すごいと思いません？惚れませんか？東山高校っていうね、いわゆる高校なんですが、出身はですね、長崎なんですね。しかもですね、お兄さんがバスケットボールやって、それに惚れていわゆるバスケットを始めた。ですから今でもね、お兄さんがいろいろとですね、アドバイスを送ってくれたり、なんか、兄弟でもってなんか今のですね、ヨネスケを作り上げてるなって、そんな感じがいたしますけども、今度は日大に進学するんです。日大に進学するんですが、今高校生で期間限定でですね、 B リーグ、川崎のプロリーグに参加しているという、だからほんの短い時間だけですね、プロリーグで見られるというね、すごいですね。いやー、このヨネス、またね、顔がいいんです。もう女性ファンはですね、可愛い可愛いって言ってるんです。なんか私がですね、褒められてるような気がするって感じがする。このヨネスケのね、試合を見てみたいなと思い、会いたいなと思います。サインももらいたいなと思ってるんですけどね。まあとにかく私はですね、このヨネスケ、ヨネスケがヨネスケを応援しますんで、皆さん、皆さんもヨネスケ応援してください。